オープンアッパーデッキのあるコンバーチブルトラック背景はピラトス山シュタンザーホルン鉄道はスイス中央部の山岳鉄道でありシュタンスとシュタンザーホルンを結ぶ上部のセクションではオープンデッキのカブりをバーンゴンドラが運行されているこの路線は結出した空中作動の一つである開業当初は全区間がケーブルカーであったが 1975年に中間駅のケルティから上の区間が空中作動に変更された。1892年12月31日のシュタンザーホールン鉄道の創設者シェア。シュタンザーホールン鉄道第1セクションケーブルカーケルティ第1セクションの山の駅サミットホテルと9第3セクションの山の駅背景は シュタンストル・ツェルンコ1900年頃1893年に開業したシュタンザーホルンケーブルカーは中央スイスアルプスの海抜1898メートルの山に登る電動ケーブルカーであった。このケーブルカーはそれまで一般的だったギアブレーキの代わりに新しく特許を取得したキャリパーブレーキを使用した世界で最初のケーブルカーである。 スイスの起業家、フランツ・ヨーゼフ・ブッチャー・デュラーとその息子のヨーゼフ・デュラー、ガッサーによって作られた。1893年から1906年までの間、ルゼルン湖に面した、スタンシュタットにある蒸気船乗り場からのフィーダーとして、スタンシュタット、シュタンストラムが運行された。さらに1898年に、シュタンザーホールン鉄道は、シュタンス・エンゲルベルク鉄道。 セントラル鉄道を開業した。シュタンザーホルンケーブルカーは、ほぼ 4km ある長距離の路線であるため、3つの別々のセクションに分割された。各セクションには、ホッシュの中央ステーションから1200から1300、ボルトが供給される電気モーターを備えた、独自のオペレーティングステーションがあり、2両の客車があった。すべてのセクションは単線であり、 中間にアピトスイッチを備えるすれ違い施設があった。下段は現在も稼働中で延長線550メートルで海抜450メートルのスタンス駅と海抜710メートルの中間駅ケルティを結ぶ。17%の平均勾配と27.5%の最大勾配であり、比較的急勾配ではない。ケルティからの2番目のセクションは、 海抜約1.220メートルの2番目の中間駅アルプブルーマットまで約1090メートルあった。この区間の平均勾配は40%、最大勾配は60%で、これは路線全体の最大勾配でもあった。ブルーマットからの長さ1280メートルの3番目のセクションは最初にアルプを通る広い弧を描き、次に 長さ160メートルのトンネルを通り、シルフラにある海抜1850メートルのホテル、スタンサーホーオンクルムに達する。山頂にある豪華なホテルは、第3セクションの設置と同時に、山の駅とエンジンルームの上に建てられた。1970年10月の激しい嵐の中で、落雷により山のホテルの火災が発生し、 第3セクションの山の駅と一緒に完全に破壊された。運転免許証の期限切れが近づいていたことと、空中ケーブルへによる交換が計画されていたことから、第3セクションの山の駅はその場しのぎの方法で修理され、ケーブルカーは架空作動が完成する1974年10月まで運行した。ケルティから上の旧第二セクションと旧第三セクションが、 延長2330メーターの架空作動で置き換えられ、ケルティから下の区間はケーブルカーが残った。新しい架空作動は1975年に運用を開始した。第2セクションを運行するゴンドラリフトコンバーチブル。背景は、シュタンストルツェルンコ、カブリオトラック、二つのプルロープループの配置赤、カブループを駆動する二つのドライブドラームキソンの、 空中ケーブルウェイの免許期限が迫っていたことから、ガラベンタ製の新しい空中作動システムコンバーチブルに置き換えられることになった。1975年開業の空中作動は2011年10月23日を最後に運行を終了し、2012年6月29日に新しい空中作動が開業した。新しいリフトアにトラック、ブロードトラック、 二階建ての空中軌道であり、それぞれが一体のサスペンションケーブルで走行する。レーンごとに一つずつある二つのキャビンは、それぞれ60人の乗客を収容できる。このうち、最大30人がオープンアッパーデッキに滞在でき、螺旋階段を介してアクセスできる。サスペンションケーブルペアの広いレーンと、無限にスプライスされたプルケーブルループによる操作は、 シングルトラック風24ケーブルカータイプに引き継がれた。これまでシングルトラックの空中軌道としてのみ構築されており、無限のプルロープループしかありません。コンバーチブルリフトには2つのループがある。上部のループは山の駅を経由して2つのキャビン間を走り、下部のループは谷の駅を通る。下部のループは谷の駅にある2つのドライブドラムで駆動される。 両方のロープループはキャビンに固定されていない。そのため、谷の駅、または山の駅にロープのタワミディスクの欠陥によるロープのつまりがある場合、両方のキャビンを一方のエンドステーションに、または順次に谷の駅に移動し、システムの修理のためにサービスを停止する前に乗客を降車させることができる。主な革新は、キャビンが株構造の間に吊り下げられ、 ロープを見渡せる上部デッキがあることである。長い振り子アームに取り付けられた従来のケーブルカーキャビンの場合、乗客に生じる水平方向の加速度の影響を低減するために中んづく縦方向の振り子が使用される。これはコンバーチブル鉄道では不可能である。コンバーチブル鉄道ではキャビンの位置が高いため振り子の長さは非常に短くなっている。 キャビンの重心はシャーシへの回転可能な取り付けの横軸よりもわずかに低いだけである。このサスペンションを使用するとキャビンは大きく揺れ角が大きくなり、これは乗客にとっては不快なものである。そのためこの縦振動は技術的な手段によって抑制されている。キャビンは油圧シリンダーを介してシャーシに接続されている。制御ループで アクチュエータとして機能する。これらのシリンダーは、キャビンをシャーシーに対して横軸を中心に回転させ、路線上の各ポイントで床がほぼ水平に保たれるようにする。したがって、乗客はサポートの上を運転するとき、素早く大きな振り子の各変異にさらされない。ただし、この時に水平加速度はやや大きくなる。従来のケーブルカーのキャビンと比較して、 垂直加速度に違いはない。以下は、コンバーチブルトラックの技術データで、アス、ダプルメイヤ、ギャルベンタイミジブローシェア2012、在転22、23? ベレクトインデアルツェルンツイトングフォーム4オーガスト2011 t E C H、AH ER AH、N I S C H ツェルンツァイトング U N G D E R C A B ト2011ティエ・シー・エヌ・アイ・エヌ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 ・シー・ハーレアブジェロンァイトングフリーム4オールスト2011ティエ・シー・エヌ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 ・エアザグサイルハット ラッテンボラットデアスタンサーホーンバーン PDF アブジェローファン AM22 ジュリ2012ありがとうございます